マリナのモーターティータイム、はい、どうもこんにちは、はい、こんにちは。あだ、はい、あいきなり落ちましたちょっと 暑いじゃないですか。はい、今週も始まりました、はい、野崎参道商店街野崎本若ストーリーより私ラゴーカの住川博士と竹内マリナでお送りさせていただきます。はい、どうもよろしくお願いします。お願いします。前回の本若ティータイムからね、はい、また1週間という時の流れがあったんですけども、うん、何かありましたか、マリナさん。今週今週でしたっけ？今週です。今週土井のね、お祭りに遊びに行かせていただきまして、はい、暑くて私意外と中でずっとちょっと涼ませていただいてたんですけれども、はい、はい、面白かったですよ。いっぱいね、そう、人いっぱいで、こんなこと言ったら何なんですけど、うん、土井の商店街っていうのはね、うん、かつては、うん、もう黒山の人だかりでね、うん、もう人人人で、うん、歩いとってももう前の人の頭、はい、もうまたその人の前の頭って言うて、うん、もう延々と、うん、もうこの行列がね、うん、もうズバッとこう続いとったぐらい賑わっとった商店街なんですよ、うん、ところがやっぱりね、いろんなこう問題があって、うん、最近はちょっとね、うん、なかなか苦戦やってるということで、うんうん、なんとか盛り上げていこうということで、ガンバ大阪を応援する商店街ということでね、ガンバ大阪の選手に来ていただいたり、うん、また私も外国人ツアーね、うん、商店街ツアーということでガイドさせていただいて、うん、新聞にも載せていただきましたけども、うん、まあ、そんなこともしいので、うん、なんとか盛り上げていこうということでね、うん、まあ、その一環としてああいう夏祭りもやってるんですけど、うん、ものすごいもうね、あんだけの人が、そう、楽しかったね。遊びに行ったんで、ね、がっつり出店とかも楽しませていただいたんですよ、うん、屋台、お店ね、あれでも皮肉なもんですよ、うん、夜店出してはる人は、うん、この商店街の人なんですよ。ですよね、商店街の人が焼き鳥焼いたり、うん、いろんな金魚すくいとかやってるんですよ、うん、やってはった、やってはったでも普段本業の方はある時にねそんな、そうですね、大丈夫。いやでもすごい ね、なんか皮肉なもんで良かったんですよ。サザエのつぶやき美味しかったし、え、そんな食うた？そう、何を竹内もそんな俺そんな出てることすら知らんかったよ。そう、なんか奥の方にあって、で、あ、一度ね、テルプラザ、うん、テルテル予選の時にサトウキビさん、生絞りのサトウキビ、はいはいはい、に来てくださってた人たちが、うん、なんかその時もね、土日はその意外とその土井商店街で出してることが多いっておっしゃってたんですけど、はい、その方が今回のお祭りにもいてはって、うん、で、おっちゃんとかも覚えててくれてはって、で、話させてもらったらサトキビのやつ買ったらマンゴーを負けてくれたりとか、あれは美味しいですよねめっちゃ美味しかったり、やっぱり美味しいと思って、サトキビ 100% そう、目の前でね、機械で、ね、こうなんか通してね、そう、機械で、なんか特注なんですよね、うん、機械に入れてもうその場で生搾りを作ってくださるっていう、うん、でも私の前に飼ってた男の子とか、うん、なんかサトウキビをそのままかじりたいって言って、うん、お母さんに削ってもらってはりました。へえ、だからそれもいけるんやと思って。小さい男の子ですか？あ、うん、どうやろう、中学校か高校生ぐらいの子かな。なかなか今の子はそういうね、うん、体験というか経験がないんでね、そう、そんな食べたことないんだよね私も、うん、なんで次はちょっと頼んでみようかなって思ったりとか、はい、ちなみにそのサザエは殻、はい、のまま焼いとったんですか、この串に刺してですか？殻でね、殻のままで、はい、で、酒と醤油とちょっとみりん落として、うん、香りで、ただね、まあさすがにちょっとビールはちょっとやめにしていて、はい、そうだからもうあかんね、ビール飲みたいねって言いながら食べてました。めっちゃ美味しかった。僕はもう来るのにビール飲みましたねそう、私行った時でも白昼さん飲んではってましたもん ね、 あ、歌う前から2杯飲んだ言ってましたねそうです、もう飲まないやってられへんみたいな感じでしたからねなるほどね、ゆうちゃんなんですけどまあまあそれはいいんですけどね、はい、まあ、なるほどね、はい、私さて楽しませていただきました1週間でした。はい、はい、白昼さんいかがでしたか？まあ僕もその商店街の、うん、まあそれはまあもうマリアさんが報告させていただいたんで、はい、その次の日は何と言いましても参議院選挙でね、うん、自民が圧勝して民主党が惨敗したという結果が出まして、はい、うん、でめちゃくちゃ投票率が低かったんですね、うん、うん、でこれを非常に私は憂いでるというか、うん、
非常に悲しんでます。悲しんでますか、うん、これでいいのかというね。で私はね、まあ、芸人ですから、芸人とか音楽やってる人ら、うん、ね、人前で何かこう、うん、何かを披露しようっていうような人らは、うん、絶対に選挙行かんとダメですよ、うん、でないとどんなええ歌歌っても芸を披露やっても全く説得力ないです、うんうん、そうね、別物って考えちゃダメですよ、うん、絶対に僕は政治っていうのに関心持たんとダメです、うん、ね、海外のミュージシャンっていうのは 100% 政治社会情勢っていうのに対してものすごい目を光らしてます、うん、はい、だからその政治を歌った歌なんてものすごい多いんですよ、うんうん、だから今ほんま全世界で知られてる歌って全部そうですよ、うん、好いた惚れたのなんてそんなんじゃないんですよね、うんうん、今ね入院されてもうちょっと命やばい延命処置が取られてる南アフリカのね元大統領のネルソン・マンデラという偉大な人物がいてますけど、うん、そのマンデラをアパルトヘイトの指導者ですけどね、このマンデラを救うためにもう全世界のミュージシャンが立ち上がって、うん、コンサート開いて、うん、それによってマンデラが出てきたとかいう事実もあるんですよ、うん、あとベルリンの壁がこう壊されて、うん、東ドイツと西ドイツがね、くっついたというか、まあ、元に戻ったというか、もちろんそのくっついた後の東ドイツの情勢とかいろいろなその国の問題があるんですけど、うん、そういうことにものすごい敏感なんですよ、うん、だからそういうなんていうんですかね、ミュージシャンの歌を歌いながらベルリンの壁を壊していったりしたんです、うん、若者っていうのはね。日本の場合は全くそういうの無関心で、うん、どうでもええみたいな感じですよね、うん、だからやっぱりね本当にいい文化芸術育たないですよね、うん、だから岡本太郎先生みたいな人の声をやっぱりあんま刺さらないんですかね。すごい偉大なアーティストがこの日本にはいてるんですけどね、うん、手塚治虫先生とかね、うん、だから僕はそういうことを考えたらもう何時間も喋ってまうんでやめときますけど喋られたら困ります非常に憂いに出るということを訴えたいです、うん、はい、だから絶対に選挙は行って、うん、でこれから自民通りましたよね、圧勝しました。だから自民公明党のこの連立政権がどういうふうな政策を打ち出していくのかというのをしっかりと見ていただきたい、うん、であかんもんはあかんって声を上げてほしいですね、うん、でそういう歌を作ったりそういうまた演劇であったりとかまた芸でもいいですよ、コントでもなんかそういうもっとね社会を揺るがすような根底から、うん、そういうなんか舞台人っていうのをどん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 この日本からも生まれてきてほしいなと思う今日この頃です、うん、はい、以上です。はい、語られました、はいでは、はい、では今日の、うん、ゲスト、はい、もう私楽しみに楽しみにしておりまして。会ったことあるんですか？お会いしたことあります、一度。あ、飲み会の時ですか？あ、2度ですね。2度お会いしました。そう、ヴィンテージさん行かせていただいた時の帰りにちょっとだけお話をさせていただいて、本当ご挨拶ぐらいな感じで、はい、で、ね、2度目は打ち上げの時にお会いさせていただいて、私は通算、うん、1回2回、いや、それヴィンテージのその回数はまあ別として、ね、うん、去年と今年、うん、私もちょろっとね、うん、及ばずながら出させていただきましたので、はい、その時にお会いしたのと、あとまあ打ち上げというかね、はい、そういう時にお会いしただけで、あんまりその話す機会も ないんでね、なかったんで、うんうん、だからマリナさんの方がよくお話しされてるんじゃないですかねだから私もそういう意味では今日は楽しみなんでございます、はい、まあ、だからもう仲良くなってるんでね、マリアさんの方からちょっと紹介してください。はい、はい、それでは女優の成山あずささんです。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよいしょ、どうぞ。またこれカメラにケツ向けてしまう、なんてことでしょう、ね、やったらいけないどうぞ。はい、失礼します。 ありがとうございます。どうぞ、よいしょ、もっと押せ聞かなかったことにしてください、はいはい、では、はい、初めてご覧になられる方も、ね、多いと思いますので、簡単に自己紹介お願いします。はい、ホーマカティータイムをご覧の皆さん、はじめまして、成山あずさです。どうぞよろしくお願いいたします、
はい、何をされてるかって女優とモデルとあとはダンス、バレエをやってます。はい、はい、よろしくお願いいたします。今日は、うん、私 も知ってるようで、うん、ほんまに知らないんで、うん、あのいろいろね、うん、お話をお聞きしたいなと思ってるんですけど、はい、女優とあとバレエもされてるんですよね。はい、あとモデルさんもされてるんですけども、はいはい、実際にいつぐらいから、ね、こうそういう活動をやり始めたのか、またなんでそういうことをやろうと思われたのかとか、そういうのをちょっとお聞かせいただきたいなと思うんですけど、はい、そうですね、はい、舞台のお仕事をしたいと思ったのはもう小学校の頃からずっと言ってたんですよ。だから卒業文集とかにも書いてたり、みんなにあの卒業式の一言で言ってるぐらい、もう昔からお芝居をやりたいっていうのは言ってたんですね、うん、でも実際その世界に足踏み入れたのは高校卒業してからですね、うん、その時にちょっと知り合いの方からあのこのブライダルモデルの仕事の紹介をしていただいて、そこから、はい、まあ、モデルの仕事はずっとしていて、それからまあいろいろオーディションとかも自分で受けたりとかしながら劇団に入って、そこからずっとお芝居はやってます。はい、あ、すると最初はまずこのモデルさんからスタートされたということですか。そうですね、そっちの方が多分長いと思います。うん、で、モデルさんをしながらオーディションを受けられとったというのは、はい、もう絶対舞台人として活躍したいという思いがあったんですよね、小学校の頃から。当然そういう、はい、で今実現されているという。そうですね、ですね、はい、なんか不思議なんですけれども。いや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 、でも、ね、まだ甘いのでこんなに大きい声で言っていいのかわからないんですけれども。いやいやいや、もう言うてください、言うてください。堂々とされてますよ、舞台でもね。いや、周りの方がもう、いやいや、いろいろ失敗はしてるんですけど、フォローしていただいてるので。僕なんかもう失敗だらけですからね、うん、あ、そうなんですか。覚えてないんですもん。ああ あんまり稽古もしてなかった、ね、そうですよね。あのミンディさんの時も稽古行かれたの数え2回ぐらい、2回ぐらい、 ぐらい、うん、そうでしたっけ。はい、もっとなんかあんまりでも、でも意外と出てはりましたよね。私今回は見に行かせていただいたんですけど、まあ、今回はちょっと出させていただいたんですけど、うん、でも3回3回、まあまあそんなもんですかね。まあ反省してます、はい、反省はしてますけどね、してますけどね、うん、もうないですけど、反省はしてるんです、はいはい、なんかもうセリフも飛んでしまったりなんかしてね、ご迷惑をおかけしましたけどね、もう誠にもうやりにくかったと思うんですけどね。いやー、そんなことないですもん、ね、おなりちゃんというね、うん、団子屋の、はい、看板娘で、はいはい、かわいかった、ね、かわいかった。さすが舞台人でね、うん、なかなかこうオーラもあって、そういやー、匂いおっしゃいますよ、本当に。いやいや、で僕はね、うん、そのヴィンテージの成山さんしか知らないんですけど、うん、他どういう舞台に出られてるんですか。そうですね、もともと京橋花月があった時に、はい、京橋花月劇団っていうのがあの 劇場で先頭にあったんですね、はい、その時にあのずっと京橋花月の舞台に渡させていただいてたんですけれども、はい、あそこでずっとお芝居を、あ、そうですね、お芝居をやったり、あとは外部の舞台に、はい、あのノンバーバルパフォーマンスっていうのがちょっとありまして、はい、そちらの方に出させていただいたりとか、うん、はい、あとは、まあ、あの CM のお仕事とかもちょこちょこさせていただいたりとか、大活躍ですね。大活躍、ね、はい、まあ、僕の個人的な、うん、なんて言うんですか、あの要望って言ったら変ですけども、はい、あの新世界ゴールデンファイナルさん、あ、はい、あのおなりちゃんやったら新婚でどうですか。え、ちょっとおなりさんがするんですか。おなりさんがするおなりさんであつこさんがするんですか。もうこのビキニの水着着てね、やったらどうですか、ね、ビキニになっていいですか。あれ見てみたいなと思いますね。ね、いいんじゃないですか。ね、でもあれだってむっちゃ大変そうじゃないですか。大変ですよ、女の子いたでしょ一人、うん、あ、マリナちゃんの時いた、私の時いなかった女の子いましたよね、はいはい、ものすごいね、すごいボリュームやったんですよ、うん、でそれはそれでいいんですよ、うん、いいんですけど、おなりちゃんやったらまたもっと違った、うん、またゴールデン、それ単に白鳥さんみたいだけです。まあまあそれもあるんですよ。、はい、いや全国の方が見たいでしょ、はい、そこはね、また機会があれば、ね、いろいろ挑戦してほしいな、はい、そうですね、幅を広げるためにも。
あの最近はどのような舞台に出られてるんですか、はい、またご予定とか今後。そうですね、宣伝していいですか。もちろんです。ありがとうございます。10月26日と27日に心斎橋のソープオペラクラシックというところで、はい、PMAP 第3回公演森の神様というお話を上演させていただきます。あ、はい、こちらです ね、 出していただきましたけれども、はい、めっちゃ可愛らしい、ね、そうなんです。これはどのようなストーリーなんですかね。そうですね、主人公が、まあ、日々の生活の中でいろんな葛藤がありまして、はい、その中でちょっと森に迷い込んだ時に出会う人たちによって、まあ、前向きになんか自分のやりたいこととか、まあ、いろいろ見つけていって、はい、すっきりするっていうか。あ、するとまあ現実のこの生活の中に疲れた主人公がふとしたことでこの森の中に迷い込んで、そこでまあ妖精というか神様というかいろんな人と出会って、また勇気をもらったり自信をもらったりして、また現実の世界へ帰っていくというような内容なんです。あ、そういう感じです。はい、その通りで、ありがとうございます。さすが飲み込めないでしょ。どんな人が出てくるのかがちょっと楽しみです ね、 楽しみですね。どんな方と会うのかなっていうのが、ね、人間じゃないんですよね、その人らはね。はい、どこまでネタバレしていいんですか。いやー、もうこれ以上はもう、ね、最後だけ教えていただいて。いや、あかんやろそれ。最後教えたらあかんやろそれ。それはあかん、それはもう見に行ってください、はい、マリナさん、はい、最後知りたかったら、はいはい、ね、お金を出してぜひぜひ4回公演ありますので。これやっぱおなりちゃんの役で出るんですか、団子売りの。この森の中で団子売ってるんですかね、おなり団子。あ、売っててもおかしくないかもしれないですけれども。おかしくないです、うん、でも今回また。それ行きましょうか、ちょっと。いやいや。ダメですか。ちょっとあの提案してみます、ね、はい。ちょっとそういうシーンがあっても、ちょっと妖精にね、お団子を配るという。おなりだ、あの団子は大丈夫ですから。あ、そうです、ね、愉快団子はちょっと危険なんです。特にこの時期やばいですよ、愉快団子。愉快団子の写真生も足早いですから。愉快ちゃんと一緒の、お、一緒に撮りた、ヴィンテージさんの時の写真が、写真ですよ、あれ。ありますね。 ありがとうございます。あ、出ましたね。ものすごい写真ですよ。向こうに出てるんですよね、今ね。出てます、出てます、はい、今。懐かしい。ねえ、なんかおかえちゃんも遠くの方を見つめてね。これはもう、改心やった頃のおかえちゃんですね、心が。これは多分あの一幕の最後のとこじゃないでしょうか。あ、ってことはまだ悪い妖怪ですか。一応悪い妖怪だと思います。ミスターはなんかすがすがしい表情してますね。遠くを見られてね。へえ、懐かしいですね。ね、今ね、6月とかでした？はい、5月でしたっけ。いや、4月。え、4月でした。4月末ですね。4月末。そんな前ですか。あ、いやー。でもね、あの、おなぎさん、はい、こうやって見たら懐かしいんですけど、うん、やっぱりこう舞台に立つもんとしてはもうどん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 、それはもう過去のもんなんで、うん、次へ次へまたね、次の舞台へまたこうステップアップやっていかないといけないと思いじゃないんですかね、うん、そうですね、過去を振り返ってもね、まああれなので、ね、もう前に進むしかないので、うん、おなぎちゃんも、はい、まあ、もちろんマリアちゃんもね、うん、もうみんなそうやと思うんですけど、うん、いろいろとこうコツコツとこう積み上げていって、積み重ねていって、うん、やっぱり今の自分があって、ね、まあ、舞台やったらいろんな経験して、僕らもそうですけども、うん、どんどんこう磨いていきますやんか、はい、でそれって大事なことなんですけど、うん、まあ、さっきちらっと名前出ましたけどね、うん、まあ、僕が尊敬やってるあの10人日本人10人 い,、はい、いてるんですよ、うんうん、あの内村鑑三のね、これもすぐ終わります話、はい、すぐ終わらせてください。内村鑑三の代表的日本人という本、これ読んでほしいんですけど、はい、すごい日本に10人挙げてるんですけどね、うん、内村鑑三が、うん、僕もね、奇人変人も10人、うん、天才、はい、白秋さんの中で、はい、うん、僕の中の天才10人って言ってるんです、うん、そのうちの一人は岡本太郎先生なんですけど、うん、その岡本太郎先生が言うてはるんですけどね、そのコツコツとこう積み上げていくというのはもう大事なことかもわからんけども、逆にね、積み上げてきたものを崩していくということも大事だって言うてはるんですよ。崩していく、うん、それはどういうことか言うたら、過去にとらわれないということなんですよ、うん、過去の栄光に、俺あんな舞台出てんとか、うん、俺何々の舞台出たとか、あんな俺ドラマ出たとか映画出たねとか、うん、そんなどうでもいいんですよ、はい、もう過去のことで、うん、今どうなんかということなんで、うん、そういうことに縛られるぐらいやったらね、うん、そんな栄光なんて崩していったらいいんですよ、うん、
うん、でまた新しい自分もっとステップアップやっていくというか、はいね、これも偉大な喜劇王 の、 あのチャップリンの言葉も一緒ですよね、うん、なんかチャップリンが僕も大好きな話なんですけど、はい、あの晩年にあなたの最高傑作は何ですかってこうインタビューされた時に、うん、それはネクストワンって言ってね次の作品だって答えたんですよ、うん、だからあんな偉大な人でもね、うん、ねそんなこと言うんですよ、うんねね、そんな我々凡人がねいやあの時とか言うとったらねとね思いません、うん、思います。それは本当に、ね、もうまさにその通りで過去の栄光にとらわれてはいけないなってのも、ね、本当に最近実感しますけれどね、うんはい、だからもう僕もそういうことは失敗したことも含めて全部もう忘れる、うん、次にね次にそうです。もうねセリフ飛んでわーなったことも、うん、もう皆さんに迷惑かけましたけどね、はい、そういうのも全部忘れてます、うん、それでいいじゃないですか、はいね、良きも悪きも忘れましょう。次にね次につなげて、はい、あのね同じ、まあ、この女性同士で、はいね、おなりさんもお綺麗ですしマリナちゃんもそらお綺麗ですよ。どうですかマリナさんからこの おなりさんおにゃりやおなりさんを 見慣れて、うん、どういうところがやっぱり同じ女性としてスラッとしてはるでしょ。めっちゃ綺麗にすそれはモデルさんですからね。そうめっちゃ羨ましいんです。お背も高いです。どうやったらスッとできますか。スッと、いやでもマリナさんもすごい細くてもう可愛らしいから私はもう本当にいいなと思って可愛いなと思って。マリナちゃんはね、うん、もうほんまになんていうんですかねこう、うん、いいキャラしてるんですよ。あそうなんですか。こう見えてもマリナさんもド S ですからね。どういう意味ですか。ちょっと今度飲みに行った時に、飲みに行くんです一緒に。あそうなんですか。こうド S ですからね。そうなかなかはい何のあれですか分からない。いやいやこうトークしとっても軽くかわされたりするされたりするんですよ。あちゃちゃね、いやだからあの菱田信也さんが、はい、に出ていただいた時にあのそうやって言われてましたよ。ほんまにド S やなってね。そうなんですね、ええ、うんまだ見たことがないのでちょっとこれからそんなだから、ね、ないです。菱田さんの目でそう映ってんやったら間違いないでしょ、うん、と思うんです。そんなことないですよいやいやそんなことないなんで皆さん笑うんですか。いやでも、うん、やっぱり、うん、同じ女性から見られても魅力があるというのは、うん、素晴らしいことですよね。ありがとうございます、うん、でさっきねその女優と舞台、女優さんとモデルさんとバレエされてるっておっしゃってたんですけど、はい、バレエってずっとされてるんですか今。はい今もずっと、うん、もうちっちゃい頃からって感じですか。初めたのは、うん、遅くて中学校に入ってからなんです、うんまあ、バレエやってる子って大体3歳とか、うん、小学生まで始めるっていうのが、まあね、世間一般的なイメージだと思うんですけど、はい、私はちょっと遅くて中学校から始めたんですけどずっと大好きで今も趣味なんですけど、うん、その中学校で始められた時に、うんはい、当然周りにもそうバレエやってる方がおられて、はい、でもその人らっていうのはもう幼い頃からやってはるんですよね、はい、だからやっぱりなかなか大変やったけますこう混じってやるのは最初は大変でした。もう、ね、ついていくのに必死でだから私の年齢のクラスには入れてもらえなかったんですよ。下の2つぐらい下の小学生のちょうど中学年ぐらいのクラスで始めて、はい、そこからまあ上がっていたっていう感じなんですけれども。もう例えば週に何回ぐらい行かれてるんですかそういうお稽古というか。お稽古ですか。はい週に3回行けたらいいなっていう感じで今はやっぱりお仕事の都合とか大きく大人になってからはあるので空いた時間を見つけてはまあ行けるようにはしてるんですけれども。あのマリナさんもバレエしてはったんですよ。昔本当に昔多分逆にあの中学生にはやめてた感じなのであ入れ違いな感じなんですけど。あちょうど入れ違いで、ね、なるほどねあのはい、いやどうぞどうぞどうぞまた初めてって言ってそうなんだよ。なんか、ね、今からでもできるのであればって思いながらもなんかね踏み出せない時だね、うん、でもちょっとあのあっこの野崎観音の階段上がっただけで筋肉痛になってますからね。あねえマニアさん案外だってヒールが上がってましたからねあの時ますますやった方がっていうことを言ってみたりとかでも最近ちょっとね運動不足は実感しております。まあ、そういう趣味持つのはいいことですよね。そうですよね、はい、
特にこう体を動かされた方がマリナさんもいいんじゃないですか。はい、はい、何やったら一緒に行かれたらどうですか。だと今度見学に行かせて、ね、ぜひ見学と言わずにもう最初から入っていただいてもいいと思います。いやあのね、いっぺんね、はい、こうくるっとこうターンしてもらったことあるんですよ。怖、はい、かったですよ、くるってね、マリアさん。いやもうね、ちょっとやってくださいませ。いやいや、あの線がありますから。え、線がありますから。何線って。これ。ああ、それ、はい、外してやったんです。え、あかんもうね、またじゃあ次回に。また次回、ね、次回もそのつもりで。次回じゃあちょっと逃げときますわ。え、いやいやいや、と足とかなんかちょっとわざと包帯とか巻いて。いやいやいや、あかんやろ。いやでもね、あのなんていうんですか、一つのことをこう、うん、やっぱりやっていく、続けていくって大変ですよ、うん、今ね、世界水泳やってますやんか、はい、でね、ちょうどシンクロずっと放送やってるんですよ、うん、あの1日8時間ですよ、うん、結構ね、練習が。で、1日休むでしょ、もう次の日怖くて行けなくなるらしいです、うん、1日休んだだけ で、ちょうどそのシンクロ選手の話を聞いたことあるんですけども、うん、もうほんまにもう地獄やってましたね、うん、ね、うん、楽しくないと、もう苦しいだけやと、うん、でもやっぱりそれを乗り越えた時に栄光というかね、うん、みんなでこう乗り越えた時にやっぱり喜びもつかめるというか、うんうん、だからものすごい重い話でしたね、うん、だからそれは何でも一緒ですよね、うん、そうですね、芸事に関してはやっぱり、ね、終わりがないですからね、うんうん、普段どういうことを気をつけられてます、そういう芸事に携わってるもんとして。あ、そうですね、まずはもう普段の生活から姿勢よくっていうのとですね、 あとはもう人に感謝するっていうことですね。やっぱりね、人間なので人を羨ましく思ったりとかっていうのはやっぱりあるんですけど、それをなんか尊敬に変えたら自分にもいいし相手にもいいっていうことを聞いたことがあるので、もしなんかそういう妬みとかじゃないんですけどあった時とかは、その人を尊敬するようにうまいこと自分で持っていって、でその人のいいところを逆に盗もうっていう感じでやったりとかですね。そうですね、やっぱり感謝の思いっていうのが一番大事でしょうね、本間話、僕いつも言ってるんですよね、やっぱりこのなんていうんですかね、自分一人の力で何もできないですし、自分一人の力で舞台に立ってるわけでもないですからね、やっぱり支えてくれて応援してくれる人があってのもんですから、だから僕もやっぱり一人でもね、やっぱ僕の落語を聞きたいって言ってくれはる人がおる限りはもう頑張っていきたいなと思ってますけどね、はい、はい、一人もおれになったらちょっと辛いですけどね逆にね、うん、もうええわってなったらそれはそれで辛いんですけどね、うん、うん、いや、はい、確かに本当に舞台に関わってるとやっぱりもう本当にいろんな方が裏で支えてくださってるのとか見てるので、うん、もうなんかこう虫が飛んでます ね夏ですね、夏ね、ちょっとなんか蚊取り線香から大丈夫ですか次ここの辺にいるんですか、うん、あのこう豚のやつで、ね、とやっときましょうか、ねあ、もう稽古はいつから始まるんですか、そのあ、Pマップですか、はい、Pマップはもう始まってます。もう始まってるんですか。そうなんですよ。へえ、ものすごい念の入ったねもう長い稽古期間ですね。あの今回はお芝居だけじゃなくてダンスもあるので、はい、ちょっとダンスの方に力を入れてまして、はい、それを合わせるために、まあ、振り付けから入り、あ、まあ、ミュージカルみたいなもんですか。まあ、ミュージカルまではいかなくても本当に歌もあったり踊りもあって、その中でまあお芝居、うん、はい、でストーリーが進んでいくんですけれども、うん、今回どのような役なんですか。それはまだ言えない。いやだからおなりちゃんの団子じゃないんですか。おなりちゃんの団子なんですかいやでもなんか役名もそんな名前なんだし、あ、そうなんですか、うん、あ、どっちかというと和風な感じですか。もう和風な感じで本当に神社にある、はい、なあの、まあ、名前言っていいのかな、まあ、それこそ狛犬だったりとか神様っていうのはまあその祀られてる神様とだったりとか、まあ、そういう感じの名前が全部ついてるんですね。ああその役者の出演者の皆さんに、はい、あで私はまあそれでまた巫女さんじゃないですか。
人間じゃないんですよ、それがまたみんな。あ、おなぎさんも人間じゃないんですか。人間ではないですね。はい、楽しみに。ちょっと小悪魔的な今回役なので。でも和風でしょ。まあ和風ですね。いや、もう気になる。じゃあ見に来てください、ぜひ。26、27ですね。例えば猫娘とか。あ、でも近いですね。そんな感じの。今皆さんの中でこう、あれですよ、妄想が、ね、うん、白鳥さん大好きですもん。え、得意ですよね、神奈川さんの。うん、なんか違うストーリーが今出来上がってるよ。違う。でもこれはもうぜひともやっぱり、実際にね、うん、劇場に足を運んでいただいて、はい、ね、もう見ていただくのが一番やと思いますけどもね、はい、ぜひね、よろしくお願いいたします。とりあえず、うん、まあ、とりあえずというか、うん、今の近々のその舞台というか、はい、成山さんを見れるっていうのは、うん、その舞台だけですか、他何かありますか。あ、舞台はその、はい、ピーマップだけなんですけれども、はい、今年の夏はまたブライダルフェアの方で、はい、花嫁モデルでちょっと8月は、はいはい、させていただいてますので。その ブライダルフェアっていうのは、うん、一般の方も見に行けるんですか。結婚をまあ考えてらっしゃる方とかが結婚式場に来て、そこでの式場での模擬挙式を見たりとかっていう感じなので、はい、まあ、一般の方も来ていただけるといえば来ていただけるんですが、うん、例えばおなりちゃんのファンやという方がおられたら、うん、はい、おなぎちゃんを見たいということで言ってもいいんですか。あー、でもそれはちょっとダメ。はい、そうなんですよ。それダメらしいですね。やっぱり舞台ですよ。そうですね、舞台舞台、またじゃあたくさん出れるように頑張りますので、うん、ぜひ応援してください。今後ね、こんな役をやってみたいとか挑戦したい役とかってあるんですか。悪い役やりたいです。悪い役、はい、似合いそうですよ。あ、悪い役、うん、おなぎさん、もうすごい真っ黒な役がやりたいんです、うん、今回だって小悪魔ですもんね。そうなんです。だからなんて言うんですかね、うん、徹底した悪い役が似合いそうなんです。でも、うん、でもね、ものすごく悪いんですよ、うん、悪いねんけども、そこに至るまでになんかこう影があるんですよ。あ、影がね、うんうん、でそれは絶対に人に見せたくないっていう、うん、だからワンピースで言うとニコロビンみたいなね。あ、またワンピース出てきた、うん、だからニコロビンも今はもうね、うん、麦わらの一味ですやんか、うん、でも最初、うん、ね、うん、クロコダイルのとこにおった時には、うん、めっちゃ悪い女やったんですよ、うんうん、こんな冷酷な女おるんかみたいな、はいはいはい、そこを存分におなりちゃんも出せろもん、うん、でも後でそうやったんかおなりみたいな、うんうんうん、もういいですか。あ、もうはい、ワンピーススイッチが入ったらね、ガッていきはるんで。ご存じなかったですかね。ちょっと申し訳ない、詳しくないんです。ちょっと失礼しました。まあ、キャッツアイみたいだね。あ、うん、そういう感じもやってみたいですね、はいはい、悪いことをしてんねんけども、うん、そこには何か、うん、理由があって、うん、理由がある、うん、別の思いがあるみたいな、うん、はい、でもその別の思いを前面に出してしまったら、うん、悪くないじゃないですか、うん、見てる本、うん、だから悪いんですよ、うん、悪い女やなと、うん、ひどやなと、うん、でも何かがあるっていう役が似合うかなと思うんですけどね、はい、僕はちょっとぜひ、うん、どなたにかに書いていただいてやりたいですね、はい、なぜかというとね、目力がものすごいあるんですよ、うん、あります。でものすごい目が綺麗でしょ、うん、で目がね、綺麗っていうのはその良くも悪くもなんていうんですかね、徹底した正義が徹底した悪には僕はものすごく向いてる思うんですよ。この目力はもう悪に利用しようもできますよ。ちょっと男を騙してね、あ、こんな手のひらで転がして転がす、うん、すごいなんかこう自分の、ね、こう帝国を作ってるような女帝みたいな、女帝ね、うん、役でもいけますしね。もう今いっぱいですよ、白鳥さんのとこなってなってますね、いろんな役がね、はい。あ、肝心なこと、はいはいはい、舞台のチケットとか、はい、いつから発売とか予約どうしたらいいのかとか、その辺は、うん、おなぎさんの口からちょっとね、うん、言っていただいた方が。そうですね、今回は孤立の方をまた利用させていただいてますので、こちらの、はい、アドレスに。あ、こちらですか。はい、こちらのアドレスに、はい、これね、
問い合わせていただきますか、ね、はい、はい、また私ブログしてますのでそちらを見ていただければ、はい、あの、はい、アドレスも載せてるので、僕こうやってね、 こちらですねってこうやってますよ今、はい、うん、以前マリアちゃん邪魔だすってことされてでも残念ながら今それさえ映ってないです。あ、そうですかね、はい、映ってないですか。映ってないです。あ、もう向こうに出てるんですか。はい、わかりました。あずささんのブログはどうやったらあの見ることができますか。成山あずささんで検索させていただいたら、あ、はい、本名でやってますので、はい、名前を入れていただければ出てくると思います。こうやってましたからね、うん、はい、ありがとうございます。はい、では、はい、もう何かないですか。言い逃したこと、告知、これ言うとこうとか。あ、この告知をさせていただきましたので、うん、はい、はい、そうですか、あります、ありがとうございます。それでは、はい、もうこの前にね、うん、はい、もう全てのゲスト様にお聞きしてるんですけど、うん、はい、この2013年ね、うん、これだけは絶対に成し遂げる、やり遂げるというこの目標というのを、はい、ここで大々的に発表していただいて、はい、必ずそれを成し遂げていただきたいと思います。なるほど、はい、はい、お願いします。どうぞ。考えてませんでした。とりあえずあの後半にも舞台がありますので、その舞台を成功させます。はい、はい、わかりました。ありがとうございます。これも立派な目標ですもんね。はい、大事な目標です。はい、もうそれこそ舞台人としては最高の目標です。はい、それではなぎさん、はい、もう毎回ゲストの方に呼んでいただいております、この野崎本格通信、はい、こちらもよろしくお願いします。はい、今週の野崎本格通信ですが、野崎参道商店街大東打ち水大作戦が行われます。はい、日時が、平成25年7月31日水曜日、はい、来週の水曜日ですね。そうですね、はい、午後3時スタートとなっております。はい、はい、ちょうど野崎さんね、この野崎参道商店街来たのよ。はい、はい、もうパーッとみんなで一斉にやりますから。放水車みたいなのも来る、なんか車も来て、車も来て、車のカラーもわーっとすごい。そう、はい、もうね、野崎さんね、打ち水っていうのはもう昔の人の知恵でね、はい、やっぱりこう巻いて地面をこう濡らすだけで、うん、ものすごいやっぱ温度が下がりますからね、うん、前回も3度下がったんですか。うん、それぐらい下がったと思います。そんなに下がるんですね。はい、はい、ですからね、ほんまに風通しのいい家やったら、うん、あの軒先、玄関先、打ち水していただいて、窓もね、うん、表も裏も開放していただいて、ちょっとすだれをつってね、風鈴でもかけていただいたら、うん、もうそれだけで涼しい夏が過ごせるんですよ。昔の夏の人のね、あの過ごし方、昔の人の知恵っていうのは大したもんですよ、うん、何さんね、すごいですね。クーラーなくても、そうです、うん、あの涼しく昔は平気で過ごしとったんですもん、それでね。最近でも暑いですね、本当に。アスファルトやから知らない、ね、どうしても熱を溜め込むんで、うん、夜になってもムッとしてますしね。ムッとしてますね。クーラーつけたらね、家の中は涼しいけども、その分外に暑い空気を掘り出しますから ね、 本当もね、住みにくい世の中ですけども、そこはね、やっぱりおなぎちゃんの舞台を見てね、うん、心はやっぱりスカッと爽やかになっていただきましょう。はいはい、ちょうど秋口ね、平日ですからね。そうですね、ね、もう10月末なんで、平日の秋ですから。秋ですよ、ね、舞台見に行っていただいて ね、 ね、うん、今年はもう、あのおなぎさんの舞台で平日の秋を満喫しましょう。はい、うん、ね、はい、ぜひお越しください。お待ちしております。頑張ってください。はい、ありがとうございました。はい、本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ではそちらの方に、はい、はい、はい、戻りましょうか。はい、ありがとうございます。はい、あ、ありがとうございます。あげてください。置きますね、白鳥さん。はい、いただきます。はい、ではでは、よっ、あ、いた、はい、爽やかですね。爽やかです。はい、さて、はい、何ですかこれは。野崎商店街グルメクーポン。はい、号外チケットが野崎商店街特集ということになっておりましてね、はい、いろんなこういう楽しい美味しい、お店がこのてんこ盛りとなっておりますので、ね、はい、ぜひともこのチケットを使っていただいて、うん、まだ1回も行ったことないというお店をね、うん、ちょっと試しに覗いていただいて、はい、あ、美味しかったなという方はね、うん、もう続々とこうリピーターになっていただきたいなと思って、はい、そういう企画です。本当にあれですよね、この商店街 の、 あの、はい、店舗ですよね。店舗というか、もうこの駅から野崎観音さんに行くまでの商店街で全て使える感じですか。マニアさん、はい、私もこうして 、うん、見させていただいたら、うん、あ、行ったことないなという店が、うん、まあ、結構、まあ、よう行かせていただいておりますけども、うん、あ、ここまで行ったことないなという店が、私も2軒
え、結構こうやって見たら行ってるな。ここようお世話になってますからね、ゆたろさん、ね、そうですね、ゆたろさんお世話になられて、ほんで、八丸さんももちろんですし、ねえ、せっちゃんもたまに寄せていただいてますね、うん、あ、ほんまですか、私ここまで一回も行ったことないですか、私、せっちゃんさんと暗号さん行ったことないです。あ、そうですか。はい、ぜひちょっとこれを使ってね、はい、行かせていただきたい、ね、はい、ほんまにお試し券みたいなもんですからね、まあ、お試し券な言葉はあれですけども、うん、まあ、気軽に行っていただいてね、うん、メニュー、ちょうどこのこだわりメニューというのをね、一押しメニュー出していただきますから ね、はい、そこのお店を知っていただくには一番です、はい、ちょっとね、行ってね、何頼もうって悩むこともなく、これでもうメニューが決めれてしまうっていうね、はい、はい、楽しい企画ですからね、はい、これいつまで使えるんですかね。いつまででしょうね。8月の31日まで使えるチケットになってますので、はい、多分このね、商店、フォーカスタジオの前にもチラシありますので、うん、手に取っていただいてね、はい、ちょうど夏休みもこのね、野崎参道商店街ツアーというのを組んでやったんですか。ご家族、ご食べ歩きますか。ね、皆さんお誘い合わせの上ね、はい、はい、ぜひぜひお越しください。はい、お願いします、はい、そして、はい、8月の野崎本和歌大学校のこれでも決まっております。いろいろありますけどもね、はい、私ね、ちょっと、はい、初めて見てたんですよ、この8月7日の水曜日、アロマ教室っていうのがあるんですよ。初めて見ますよね、今回教室として。そうですね、うん、なんかどんどん増えてますよね、教室が、はい、はい、うーん、今回落語教室は8月の22日ですね。 ありますか、はい、ありますあります、こちらの方にね、はい、人生がときめく落語教室ですからね。なんか混ざってますけどいいですか。はい、まあ、いいです。もうね、ほんまにね、うん、いろんなところで最近落語教室やってるんですよ、うん、はい、まあ、公にはなかなか名前言えないですけどね、うんうん、でも私のこの落語教室に来ていただくのが絶対一番ですよ、はい、もう責任を持ってネタ一本、はい、どこで喋っても恥ずかしくない一本、はい、絶対に覚えて帰っていただきますから、はい、はい、よろしくお願いします、はい、またね、こちらの教室を探しの先生方に、そうですね、こんな教室してみたいねっていう方もね、うん、どしどしご応募くださったらいいみたいなので、はい、そうです、はい、こちらの方で教室を開講していただきますんでね、はい、ぜひね、のぞき本和歌スタジオの方にご連絡いただければと思います、はい、お願いします。はい、では、はい、落語会のご案内ですか。はい、では落語会のご案内でございますけどもね、第17回オレンジ寄せでございます、はい、7月27日土曜日、はい、午後6時開場、午後6時半開演となっておりますね、はい、場所は、カフェギャラリー1つ、アクセスでございますけどもね、はい、JR、それから地下鉄、うん、各大正駅より、はい、バスがね、もう今日さ出てるんです、大正というのは、うん、よう出てます、はい、うん、で市バスに乗っていただきまして、うん、永楽橋というところにおいでいただきまして、うん、すぐです、はい、大正区に伊豆商店街という大きい商店街がありますからね、うん、それの一番端、国道沿いです、はい、はい、そちらにはカフェギャラリー1つという、はい、素敵なおしゃれなカフェがございますのでね、うん、そこをお借りして、2月に一遍の落語会でございます、はい、出演は住川副店長、はい、そして森口が誇るおっくんさん、おっくんさん、はい、おっくんさん、リコーダー奏者のおっくんさん、はい、この度、はい、森口市身体障害者福祉会副会長に就任されました。あら、副会長さん、はい、そしてシャビーハーツのボーカル陽介くんが、はい、なんとスペシャルゲストで、はい、弾き語り、弾き語り、はい、今回はソロでしたっけ。ソロで、うん、演歌も歌ってくれるんじゃないかということで。演歌、はい、あ、そこに合わせて。そうです、はい、お客さんのソロに合わせて、はい、でこのオレンジ寄せも、うん、最近は地元大正区の、ね、お客様に愛されるそういう地域寄せに育てていただいておりますんでね、うん、これからもどん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 盛り上げていきたいと。でまたいろんな、ね、ゲストさんもお迎えして、うん、楽しいイベントにしていきたいなと思っています、はい、そしてトリはもちろん私住川博士がいただきます、はい、鶴丸さんは出られないんですか。あ、すいません、はい、鶴丸さん申し訳ございません、はい、いつもお世話になっておりますカフロテ鶴丸さん、はい、鶴丸さんは、うん、この度なんと、はい、森口市身体障害者福祉会会長に就任されまして、明日就任式が大々的に挙行されます、はい、私も来賓として出席させていただきます、はい、はい、もちろん鶴丸さんですね、はい、落語していただきます、はい、木戸線でございますけども、はい、ワンドリンクついて1000円となっておりますので、ね、はい、非常にお得な落語会でございます、はい、ぜひともお越しくださいませ、はい、はい、で第29回てるてるライブ、はい、第29回ですね、もうマリアさん、早いですね。これ考えてみたら第1回の MC していただいたマリアさん、はい、マリアさんですよね。私2回目やったと思います。2回目でした。2回目からの3回やったと思うんですけど、 そうでしたか、ね、それでも2回目から。そうなんですよ、長いお付き合いで、ねえ、足掛け3年です本当に
どないだっかこれね、はい、どないだっか7月28日日曜日でございますね、はいはい、オリジン寄せの次の日です、うん、はい、場所は、うん、京阪森口市駅もすぐでございますね、はい、ショッピングモールテレプラザの2階、はい、イベント広場となっております、はいはい、内容でございますけども、うん、午前11時からは毎回大好評のてるてる文化教室、うん、はい、今回の教室でございますけどもね、うん、絵手紙体験教室、まあ、毎回もうこれ大好評でございましてね、うん、なんとマリナさん今回はちょうどあの初期をあのお見舞いのシーズンでしょ、うん、だから絵はがきで楽しい心を温まる、はい、作りましょうと、そうです、絵手紙で初期お見舞いを送ってはいかがですかという、うん、そういう内容でございますね、はい、はい、講師の方は日本絵手紙協会公認講師のジングロ先生と宮西先生、手取り足取り丁寧に教えてくれますよ、はい、材料費800円かかりますのでよろしくお願いいたします、はい、はい、そして出店の方でございますけどね、うん、ヘッド&マッサージ、はい、ヘッド&ハンドマッサージですね、ハンドマッサージですね、はい、20分2000円となっておりましてね、はい、玉手箱さんです、はい、はい、これあのシャビハーツのたけし君もね、うん、あのシャビハーツ TV でこれを説明やるときに、うん、あの来られた方に玉手箱を差し上げました、わけのわからんと言ってましたからね玉手箱くれるんですかね、これギャグでもなんでもないです、本当に本当に言い張ったんですか、玉手箱がもらえるそうです、思わずちゃ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 言ってね、出へんよって玉手箱をもらってね、かえっておじいさんなんておばあさんなんて偉いんですよ、はい、それはそれで面白いかもしれないですね、玉手箱というユニットなんです、はい、はい、出店名ですね、そうです、はい、でヘッドマッサージとかハンドマッサージ、うん、これめっちゃ、ね、気持ちいいんですよ、絶対気持ちいいですよ、ね、夏なんて暑いんでね、頭やっぱり蒸れたりとかね、ちょっとなんかムワンとしたりとかするんでね、はい、してもらったらスカッと、ね、気持ちよく、ほんまにもうねリラックスしていらしてね、癒されますんでね、ぜひ体験していただきたいと思います、はい、そしてナインバード&TC カラーセラピーです、はい、マリナさん出ましたね、また満を持して、うんうん、これは深層心理を探ろうということですね、はいはい、あのこういうタロットカードみたいな本と、うん、それからこのカラーセラピー、うん、こう色のなんか入ったボトルですかね、うん、それをお客さんに選んでいただいて、うん、そこから今この方がどういうことで悩まれているのか、うん、ね、だから何かに挑戦しようとか、うん、挑戦したいけどもちょっと自信がない人の背中をポンと押してくれるんですよね、うん、決して占いとかそういうのではないです、はい、あなたはもうこういうことです、こうやってやるわけではないんですね、そう ないですよ、はい、あなたの背中には悪霊がそんなんじゃない、あ、そんなんじゃない、はい、もっと明るいです、はい、はい、だからぜひともね活用していただきたい、はい、はい、ではそして、はい、お楽しみのライブでございますけどね、はい、午後1時からスタートです、うんうん、まずはジャグリングサークルトロップさん、トロップさん、この間の土井商店街のイベントでも、うん、このドロップの梅さんリーダーですけどもね、はい、ガラッと空気を変えてくれましたね、うんうん、見事なパフォーマンスでした、うん、ね、うん、もう一来たお客さんがもうブワーッと集まってきましたからねまたパフォーマンス終わった後も汗だくですよドロップさんも ね、で毎回なんか新しいネタを仕入れてやってきてますからね、いやなかなかもう、もうまさに大道芸のスペシャリストですね、いっぺん見てください、はい、ほんまにね、もうこのクソ暑い中申し訳ないですけど手に汗握ります本当にね手に汗握ってパッと開いたらボタボタって汗が落ちるぐらいのスリリングもうね USJ 行く必要ないですよねスリリングを楽しめるんです、はい、ドロップさんのジャンルに見たら、はいはい、そして、はい、続きまして、はい、学生シンガーソングライターなさこりょうたくん、なさこくんね、ここ大東市のなかなかこのなさこくんはええ男です、うん、はい、ね、うん、あのね、お祭り男でね、お祭り男ダンディー担いでるんですよ、シャーシャー言うてね、だ男気があります、うん、はい、顔はね、結構甘いマスクなんですけどね、うん、可愛らしい顔してはりますよ ねでも、ダンディーで鍛え上げたこのね、はい、腹から出るこの声量、うん、半端ないですよ、半端ないですか、はい、しかもね、もう今からね、うん、将来はニューヨークの舞台に立つって抜かしてるんですよ、抜かなんでそんな口悪いんですか。いや乱切りやからね、合わせてちょっと合わせて言うてるんですよ。なるほどね、はい、もうさらっと言ってください、はい、はい、とにかくね、いっぱい聞いてください、はい、ものすごいこの正常でね、はい、だから言うてね、うん、そんなあのなんていうんですかね、ね、バーって聞きご縁がじゃないですか、うん、もうすごいなんかさっと入ってくるね、爽やかですから、うん、爽やかなくせに正常があるんですよ、はい、ね、もうオロナミン C みたいなやつ、はい、よう分かりましたね、はいはい、もう次行ってください、はい、続きまして、はい、ボールアーティストチャーハン、チャーハンさんね、マリアさんこの間初めて、そう、この間ね、商店街の方で初めてかっこよかったでしょ、させていただきました、かっこよかったです、ね、すごかった、
あのまたヘアスタイルがいいですね、うん、思いますね。ああいう人ね、落語の中に出てくるんですよ。こっちだけ、そうなんですか、こっちだけ、そっちだけ残すよね。はい、いやでもね、やっぱりもうすごい、もうなんか本当にもう見入ってしまったというか、ね、どうなってんのって思って。だからこのジャグリングを足でやるような感じで、それプラスそこにダンスもつけたんですね。これはね、ちょっと口ではあの、ね、説明しにくいんです。ぜひね、見ていただけたら。そうです。だからね、もうドロップさんで汗かいて、チャーハンさんでも汗かいて、どないやねんという感じで、そうなった時はこのヘッド&、はい、ハンドマッサージ で、ね、で癒されるという、ね、はい、こういう、あ、それから、うん、テルプラの中にね、うん、素晴らしいあの喫茶店がありますから、はい、喫茶店が、お茶飲んでいただいて、はい、そこでお茶飲んでください。はい、はい、待ってましたよ、はい、続きましては、はい、新町あやちゃん。はい、あやちゃん、マリアさんのね、お友達です。そうなんですよ、ね、そう、友達の友達なんですけどもね、この間ね、うん、この間の火曜日に、このテルテンライブの告知で、うん、FM 花子さん出させていただいたときに、ちょうどあの DJ が、あの DJ、DJ、じゃあ、あの、ターキーさんですか。ターキーさん。教え子さんですよね。喜んでましたよ。教え子さんですよね、ターキーさんの。はい。もうターキーさんがね、もう、何も言うことないと。何も言うことないと。この新町がこの世界に足踏み入れたんが、これやと、うん。俺が最初やったんや。ほんまにこう噛み締めるように言ってましたからね。嬉しそうでしたよ。はい、ね、本当にね、あのこちらの方で野崎ほんわか大学校でね、はい、あの話し方教室をしてくださってるリッキーさんのボーカルのところにずっと行かれてて、はい、でこの度ねリッキーさんに行ってこいと言われたということでね、出られるということで、はい、だから2回か3回ぐらい前の時に一度ね、テルテン見に来てくれて、ね、だからテルテンライブは初めてなんですよね。はい、まさにね、もうちょっとドキドキしてます、私。まあこれ緊張してんちゃいますかね、新町あやちゃん。かわいい女の子ですけどもね、はい、ちょっと物静かな感じを僕は受けてるんですけど、でもやっぱり大丈夫ですか、ね、パワフルですよ。パワフルですか、はい、期待しましょう。はい、はい、続きまして、はい、オリジナルフォーク上田優さん。優さんね、はい、もうユウさんは、うん、ほんまにオリジナルフォークそのままで自分で作られたね、うん、昔懐かしい匂いの香りのする曲、はい、お野菜の歌とかね、誰もがこう思わず口ずさみたくなるような曲ですぐに入ってくるね、ですよね、うん、ですから会場におられる皆様と一緒にこう歌えるような、はい、そういう曲をね、あのいつも用意してくださってますのでね、はい、ぜひとも皆さんで盛り上がって楽しんでいただきたいと思います、はい、そして、はい、OL シンガーソングライターアクルさん。アクルさん、はい、すごいですよ、マリアさん、うん、はい、学生シンガーソングライターと OL シンガーソングライターの共演、はい、こういう内容を見れるのは全世界でどこ探してもテルテンライブしかおまへんで、はい、おまへんか、はい、ほんまの話、はい、でね、このアクロさんというのは、うん、まあ後で言いますわ、はい、はい、後なんですか、はいはいはい、続きまして、はい、ボールアーティストチャーハンさん、はい、再度登場ですね、2回目の登場、はい、なぜかと言いますね、うん、30分だったら30分チャーハンやってくださいとなっても、うん、どうしてもやっぱりね、あれだけの激しい動きですから疲れてきますね、うん、はい、はい、もうだってこの間も15分でしたかね、あの時は、はい、汗だくでも戻られた瞬間にクーラーの前にドッと行かれてて、そうだから無茶はさせられないですよ。万が一熱中症でチャーハンさんが運ばれるようなことになったら、うん、テルテンライブ次からできませんからね、うん、テルテンライブのことを思ってです、チャーハンさんの体のことを思って、いやそんなことない、絶対ちゃんとね思ってくださってると信じてますが、素晴らしいパフォーマンスを披露していただくために愛を挙げてるんですよ、はい、皆様方誤解のないように、はい、はい、そして鳥を取っていただきますのは、はい、ハートフルポップバンドシャビーハーツ。シャビーハーツさん、もう武道館ライブ、コンサート決まってますからね。決まってるんですか。もう決まってます。おえもう武道館行っちゃいますから。まあ、白州さんの中でね。はい、間違いなく行っちゃいます。はいはい、そして、うん、このシャビーハーツの、ね、うん、俺に寄せのゲストに来てくれます、はい。シャビーハーツのボーカル、陽介くんの先輩に当たるのがこのアコルさんなんです、実は。先輩なんですか。ボーカルスクールで。うん、はい、でその時の秘話をちょっと話してあのくれましたけどね、うん、秘話、うん、はい、ちょっと校舎裏声言うてアクロ姉さんによく呼び出されてる、怖い怖い、はい、かなりのこの辺先輩後輩の上下関係がきついみたいです、はい、じゃあちょっと会場でちょっとそれを垣間見れるかもしれないということですか。かもしれません。かもしれない。私ははっきり言うてね、うん、このタイムテーブル、アクロさんのね、うん、あとにこのシャビーさんを持ってきたことが良かったのかと、うん今悔やんでるんです、はい、どう思います。もうそれはね、もう会場行かれてテルテンライブしてみてからの、はい、もし強みが良かったらどうしますか。後から反省してください、ね、もうほんまに喧嘩のないようにね、はい、仲良くやってください。でもね、お二人ともねすごい言い方なので、はいはい、っていうか仲良いんですよ。ですよね
ちょっとオーバー言うただけで、ね、怖い怖い。でもほんまシャビーさんは、うんうん、今週、来週から東京、うんうん、また公演決まってますしね、うん、夏の全国ツアーも始まりますし、はい、大阪、愛媛、そして、東京と、うん、この3都市を股にかけてね、はいはい、もう大暴れしてます、はい、でね、この間のシャビーハーツ TV もね、うん、北海道の方見てくれとったんですよ、はい、シャビーハーツ会いたいけど会えないというファンが北海道から沖縄までいてるんですよ、はいはい、だからシャビーハーツ TV をして、ね、差しいただいてるんですけどね、はい、とにかく今日本で最もホットなバンドですから、はい、シャビーハーツ、うん、ぜひとも応援してあげていただきたいなと、はいはい、グレーがね、うん、ちょうどね、うん、重なってるんです、マニアさん、うん、オレンジ寄せとテルテンライブの日にグレーが、野外ライブコンサート開くんですよ。そうなんですか。北海道で、うんね、故郷で、うん、重なってるんです、うん、これね、我々にとっても痛いな思ってね。痛いですか。はい、もう我々のライバルグレークラスですからね、うん、シャビーさんはもうグレーを抜きますね。はい、はい、なんか変に暑くなってるんで、はい、そろそろ締めましょうか。そうですか、はい、7月の28日日曜日、ぜひね、11時からもう、はい、たくさん盛りだくさんになってますので、はい、足を運んでいただけたら、はい、入場無料です。はい、入場無料となっております。それからマリアさん、はい、もう一点ここ、うん、テレプラザの空き店舗、これちょっとマリアさん紹介してください。テルプラザさんの方の空き店舗を利用さ、空き店舗の一日使用者を募集しております。はい、はい、本当に朝から晩までね。そうですよ。部屋、はい、お店一つ貸し切って、はい、一つの店舗貸し切りで5000円となっております。はい、詳細はテルプラザのえのきさんまで、はいはい、お電話番号の方が 06-6997-1731、はい、06-6997-1731 となっておりますので、はい、もしね、ちょっと興味のあられる方とかね、はい、こんなんで使用したいねんけどっていう問い合わせでも大丈夫だと思いますので、はい、はい、ぜひお電話いただけたらと思います。お得ですよ。ですよね。朝10時から夜8時まで、うん、丸々書いて5000円なんですよ、うん、でこれ5人で書いたら1人1000円でしょ、うん、ね、うん、習い事でもいいですし、うん、習い事教室でもいいですし、うん、ちょっとしたアコースティックライブもできますしね、うん、はい、いろんなその絵画とかいろんな作品の展示会とかいろいろできますからね、うん、はい、どんどん活用していただきたいと思います。はい、はいはい、それではもう次回は8月1日。マリアさん、はい、次回のゲストさん紹介しておきますわ、はい、次回のゲストは、はいはい、シンガーソングライターのトモコさんです。トモコさん、あ、トモコさん、トモコさんを、うん、それこそ北海道から沖縄まで、うん、逆に北海道から沖縄までもう大活躍されてますからね、はい、うん、はい、トモコさんの歌声は一度、ね、テルプラザさんの方でとにかくね、ソウルシンガーですよ、はい、トモコさんは、はい、ここで歌ってくれはるのかな、ちょっと来週のお楽しみですかね。楽しみですね、はい、いよいよともこさん満を持してね、はい、もう前から言っとったんで絶対来てくださいと、ね、お忙しい方なんでね、うん、はい、やっとご予定が合いまして、はいはい、次週来ていただきますんでね、はい、次週もお楽しみにしていただきたいと思います、はい、ではね、もう8月1日次回はね、はい、また6時から、はい、こちらの、いよいよ夏ですね。夏ですよ、暑いですよ、もう世界で一番暑い夏にしましょう。はい、ブリブリのね、曲じゃないですけど今曲出てきました。出てきました。え、誰のプリプリ、え、それですよね。いやいや、ごめんなさい、世界で一番熱いですね、世界で一番ってやつ出てきました、出てきました、熱く光る、え、何やった、熱く光る夏やった、もういいです、もういいです、はい、いや、僕大好きなの、はい、はい、それではね、また来週お会いいたしましょう、はい、バイバイ、バイバイ、お気に、さよなら、はい。We'll be right back.